ピースサーブケークです。よろしくお願いします。暑いな。ね、今日は、ね、先ほど1番目のバンド、2番目のバンドかと、ね、おっしゃってましたけども、たけちゃんプレゼンツということで、そのたけちゃんはうちのバンドもやっております。頑張ります。こんなにね、学生時代とかから、ね、の関わった音楽仲間が7バンドも集まるってすごいですよね。素晴らしいなと思って今日ね参加させていただけることで本当に嬉しい思いです。で、私たちは一番新しいご縁になるんです。たけちゃんにとってね、ちょうどですねコロナ禍真っ只中にちょっと加入していただきまして、ほとんど活動ができないんだけど やるよって言ってくれたんで、ずっとお待たせをして、でやっとこの1、2年少しずつこうやって活動ができるようになったというか、本当にまだまだ新しい応援のバンドです。今聞いていただいてね、知ってる人もいるかもしれませんけど、80年代の、モンスターバンドと言われたねレベッカのコピーをやっているバンドです。さっきちょっとそちらの方で踊ったり歌ったりしてくれてたのでね、レベッカ好きな方がいるのかなってちょっと嬉しく思いましたけれども、今日は最後までねレベッカのナンバーでいきますので、知ってる人は一緒に歌ってください。よろしくお願いします。
とうございます。この曲もね、知ってる方たくさんいると思うんですけれども、ムーン聴いていただきました。暑いですね、私だけか。ね、暑い暑い、オッケーオッケー。みんな巻き込む。もう暑苦しいでしょ、この格好ね、本当に。あの季節感考えろっていう話なんだけど、でもなんかね、あの初期の頃のこう曲をちょっと多めに入れる、あのライブの時はね、この衣装がね、あのレベッカ好きな人だったら、あってわかると思うんですけど、これを着たいのよ。なのでね、いつもは本当にほとんど全く水分取らずにワンステージやるんですけど、今日はちょっときついなと思ってね、後ろにあの飲み物を置いて頑張ってやっておりますけれども、そうなんです、ここに書いてある通り全力でレベッカをやるというね、そういうバンドでございます。だん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 ね、もうみんな多分今日の、ね、年齢層を見ると皆さん大体たけちゃんつながりだからね、同じ年代だと思うんですけど、その年代の人間がこれだけ動くとどうなるか大変なことになります。もう本当にだけど、これいつまで続けられるかなと思いつつ、どうしてもね、やっぱりね、あの全盛期ののっこさんをイメージしてしまうので、そこをちょっとなんとか近づけないかなということで、頑張って手を抜くとこは抜いて動いて歌っておりますけれども、ね、手抜いたら最初失敗しちゃったね、私間違えちゃったね、もうそういうとこが本当にポンコツなんですけれども、ね、そういうことをちょいちょい挟みながら、あと2曲あります。あと2曲ですね、はい、あと2曲、もうこれね、死ぬ気でやらないとダメな曲、2曲残ってますので、皆さん、よかったら一緒に歌ってください。それではまずはこの曲、ラッパション。